手な人に起きた、まあ、怖い話というか、ね、ちょっと、まあ、あんまりいい話じゃないんですけど、まあ、心霊スポットに、ね、巡るのがすごい好きで、まあ、京都にあるね、すごい有名な病院があるんですけど、まあ、どんな病院かちょっと知ってるんですけど、そこに3人で行った時に、結局行き方が分からなくて帰っちゃったんですけど、まあ、でもすごいいい雰囲気やったな、その建物自体は確認できたんで、でその話をね、こう地元の後輩とかにしてたんですけど、じゃあ今度は僕ら行って見つけてきますわって言ってくれ、言ってくれたってことおかしいけど、まあ、僕車でね、まあ、ワゴン車で行ったんですけど、4人か5人ぐらいで、多分夜の7時ぐらいに着いて、で、7時前ぐらいですね、あ、行き方わかりましたよ、僕ら今から入ってきますって言って、まあ、じゃあまた今度一緒に行こうやっていうようなね、会話して、まあ、電話を切って、で、多分その頃はそのまま入って、まあ、楽しむ言うたらおかしいですけど、まあ、心霊スポットね、楽しんで帰ってくる時ですね。まあ、その日そのまま連絡はなかったんですけど、多分次の日とその次、まあ、2日後かに、こう、ニュースでですね、あの、まあ、京都の、Y駅ってね、その心霊スポット自体がこう、海沿いにあるんですけど、そこから一番近い、踏切遮断機が閉まってるのに、こう車で、ね、遮断機が閉まってる中に侵入して、そのまま衝突事故を起こして、ちょっとみんな亡くなっちゃったんですけど、まあ、それがね、こう、まあ、あんまり悪い話ですけど、まあ、お酒飲んで運転してたのかとかね、なんか悪いことして運転してたのかっていうのは、まあ、亡くなってしまったのかわからないんですけど、本当にね、僕らが行った次の日にね、こう、そういうことがあって。僕らも信じられなくて、でこう現場にね、行ったら、ちゃんと、まあ、添えられてまして、さすがにね、それ以来、心霊スポットに行くのだったんですけど、まあ、怖い話言うてもね、何が原因でそれが起きたかは分かんないですけど、まあ、普段からね、そのお酒の運転するような子じゃなかったけど、何があったのかなって、今でも思い出すとちょっとゾッとします。